2点質問がありまして、1点目は先の方とちょっと重複するんですけど、確かにアンチ橋本という理由で、反対してる人がいます。結構4位、5位ぐらいのランキングでいそうな気がします。そこでですね、例えば橋本さん以外の、例えばですけど松井知事とかの方にアンチ橋本区域で演説していただくとか、そういう橋本さんだけでやってるんだっていうのを変に出しすぎると難しくなってしまう要素もちょっとあるんじゃないかなと危惧していまして、それはちょっと考え、はい、ありがとうございます。今松井知事と分担してやってるんで、維新の議員もいろいろ回ってるんで、僕が全部前面で言ってマイナスになるようなところは分担してやってます。すいません、ありがとうございます。すいません、余計な、はい、申し訳ないです。で、2点目なんですけれども、ちょっとこれは橋本さんご存じかわからないですけど、ネットで結構いろいろ回ってるデマ系の内容に、向こう投票に行かなかったら賛成したことになりますよって言ってる、おそらく自民公明、っていう人がいるんですけど、それ僕から言わせたら公職選挙法違反じゃないかなと個人的にすごい思うんですけれども、それを止めるのって法律上で無理なんですか？いや、これね、今大問題になってるんですけどね、もう大阪都構想、本当ね、これ時代が時代だったら僕殺されてますね、絶対これ。いや、本当ね、えげつない今戦状態になってるんですよ。もうでもこれ本当民主主義の国で良かったなと思ってますけども、今ビラ合戦とかでしょ。でもう皆さん ご自宅にも反対派の方からいろいろビラ来てると思いますよ。でもあれテレビでね、本当にこれ一個一個追求していったら結局答えれなかったんです。だから住民サービス下がるやつ言ってくれっていうふうに言ったら、いやそれは今言えないっていうふうにこう柳本さん言ってました。さっきも言いましたけど、消防が大阪都庁に移って救急車が来なくなるのか消防車が来なくなるのかっていうことをテレビの前で言ったら、共産党の議員もいやそれは消防車来るっていうふうに言ってました。ビラに書いてあることは基本的にテレビの前で言えないことが全部書いてます。あんなの根拠何もないわけですね。でもね、本当ね、このビラ合戦ってすごいんです。まあこれが今の現代の戦ですけどもね、堺市長選挙の時ももうビラすごかったんです。最後3年前堺市で僕ら負けた時なんですけどもね、2年前ですか、本当最後の方ね、ビラにね、橋本には愛人が7人いるとかね、もうデタラメのビラがもう出回りまくるわけです。まあこれは戦だからしょうがありません。そして今ね、どういうことが起きているかというと、こんなことをやってきます。相手方電話がかかってくるらしいです。アンケート調査で電話がかかってきます。で、大阪都構想についていろいろ質問がある。でね、こういうふうに言うんです。大阪都構想に賛成ですか反対ですかっていう質問があって、賛成の方はプッシュボタンの1番か何番か押してくださいってなるんですね。押すでしょ。そうすると次にこういうふうに言われるらしいです。はい、賛成の方はこれで受付完了しましたので投票に行かなくてもいいです。でね、これはなかなかうまく考えてるなと。で、今どん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 ね、選挙管理委員会の方にも問い合わせがあって、本当に行かなくてもいいんですかっていう問い合わせがあります。今住之江でさっき演説したらそれ言われました。橋本さん、それは負けるって言うけど大丈夫でしょう、行かなかったら全部賛成になるんだったらもう全然余裕じゃないのって。それ嘘ですよと。で、うちもね、もうこれ行かなくても賛成になるんだったら娘もう行かないって言ってたからもう大丈夫って、いや行かしてくださいってさっき言ったんですよ。いやー、これはね本当に戦ですからすごいことになってます。ぜひ皆さん、もし電話がかかってきた時に皆さん騙されることないと思いますけども、これ行かないと賛成になりませんので、これ行かなくても賛成になるっていう、もし誰かがそういうことを言ってたらそれは嘘ですよってことを言ってもらいたいなと思います。まあこれ対処策はこれからまた考えていきたいと思います。はい、ありがとうございました。